ちらこちらでは、オリジナルの曲をやるバンドと、アリスっていうのはご存知だと思うんですけど、アリスのコピーバンド、月1回月2回ぐらいでやらせていただいてます。今日はですね、ちょっとそのメンバーが集まらず、余興として、2曲ぐらいちょっとお付き合いください。ではママからご紹介あって小林さん、小林亮さんです。本当に私が知り合った30年ぐらい前の時は、その大ヒット曲のレコーディング、ここに流れている曲は俺が聴いてるっていう曲がすごくあった時代で、もう鼻がこう伸びきってる時に出会って、まあ、それから腐れ縁で、まあ、その時バンドを私やってまして、お世話になりまして、全く売れずでしたけど、今になってまあいい思い出として2人でよく飲んだりして、でも2人でやるのは初めてなんで、師匠と弟子ということで、温かい目でお願いします。では2曲をお付き合いください。まずは、オリジナルの曲で、街は今日も雨
何が始まったんだっていう感じでショウが、よくぞ、耐えていただきました。ありがとうございます。次の曲は、有名な曲だと思います。私が、アリスというバンドのコピーバンドでこちらにお世話になったのが、3年ぐらい前だったと思うんですけど、それからずっと出させていただいてて、そのアリスの曲をやりたいと思いますが、私が中学の時に、小学校の時に初めて買ったレコードで、大熊でギターを5000円で買って、初めて歌本でコピーした曲です。ですのでもう30数年、40年近く聴いてる曲で、ですがそのアリスのコピーバンド、私谷村新司の方のパートなんで、次の曲は堀内孝雄が、終始歌う曲なので、一度も人前でやったことがないんですが、今日ちょっと、やらせていただこうと思っております。ワン、ツー、スリー、ファン。I'm not afraid to die.
お願いします。いっぱい飲んでください。失敗する確率が高いんですが、りょうさんこれ真ん中に置いてもらえます。これで妹、ね、妹が見えるんですね。